渋谷なのに寂れてるな。ばあちゃんが大事にしてた傘が妖怪になっちゃったの。そいつはカラカサ小僧だな。古い傘なんかの道具は妖怪になることがある。この空き地に雨が降ると死ぬんだけど、見つかると逃げちゃうの。妖怪になったらもう傘には戻らないのかな。そんなことないよ。ちょっと待ってて。いた。カラカサ小僧だ。チャンスが来るまであまり近づくなよ。気づかれたら逃げられる。今だ。しゃがんで近づけ。慌てずに食べな。よし、お食べ。慌てずに食べな。喜んでくれると思うよ。